日本オートマチック、面取り機です。アルミ材とか銅の面を取ったりする機械です。で、今はちょっと新しいタイプの型番になってますけども、このタイプですと、コーティング品のオプションを変えれば、一般鋼からステンレス、チタンなどが、削れるかどうかというところまでは分かりません。今のタイプですと刃を変えれば、こういった一般鋼からステンレス、チタン、アルミ合金、銅などまでに対応できているようですけど、この機械がそれに対応できるのかどうか、取り替えができるのかどうかまではちょっと調べきれていません。それではちょっと動作の確認をしてみます。こんな感じのアルミ材がありましたので、これのこの部分を面取ってみたいと思います。こんな感じになります。